こんにちは、 VTuber の伊集院ゼロです。最近ですね、ランク30になった人が多いからか、こういう属性特化の生物、これがなんかとりあえずおすすめみたいな動画を出してる人が、結構いるかなと思うんですけども、今回あえて攻撃特化のフィッシュルを試しに使ってみたところ、めちゃくちゃ強かったので紹介したいと思います。で、攻撃特化のメリットっていうのはいろいろあるんですけども、主に3つ挙げるとすると、チャージしなくても火力が出せる。で、攻撃力を上げるので、スキルの火力も十分に高い。そして何より、氷と雷の組み合わせによる超伝導。で、これで物理耐性がダウンするんですが、それとめちゃくちゃ相性がいいと。いうので、意外と強いと。で、フィッシュルの場合、一突していれば、オーツが出ていない間にも、攻撃力の 22% のダメージをフィッシュルの通常攻撃と一緒に攻撃してくれるので、実質火力が常に 122% 出ているような形になります。で、これはチャージショットでは発動してくれないので、かなりフィッシュルと通常攻撃の相性はいいのかなという感じですね。で、生物に関しては、こちらでシンプルに攻撃力を上げています。で、オプションについても一応こう攻撃力が上がるオプションをできるだけつけてあげて、で、残った部分に関しては、できるだけランダムオプションが攻撃系がついているものを装備してあげるという形で、なので旅人の心と勇士の心を両セットつけてますね。で、武器に関してなんですが、たまたま星5の武器を当てたのでこれを使ってはいるんですが、これじゃなくても例えば、この急増とか、あとは弾球、こういうこのなんか通常攻撃のダメージが上がる系の武器も、かなり相性がいいので、こういうものでもいいかなっていうふうに思ってますね。で、次にパーティー編成なんですけども、パーティー編成は、さっきの超伝導を発動させるという意味でも氷キャラと組むのがおすすめですね。で、氷キャラでの氷スキルからフィッシュルのオーズ召喚で超伝導を発動することができるので、その後の通常攻撃火力が爆上がりしますね。で、ちなみに超伝導による物理耐性ダウンの効果量っていうのは実はすごく高くて、敵の防御力に依存はするんですが、だいたい 1.3 倍から 1.8 倍ぐらい火力が上がるので、めちゃくちゃ優秀というね、事実があります。で、ちなみにモナー入れてるんですけども、これはモナじゃなくても、砲機を装備できるキャラであれば誰でもよくて、この竜殺しの英傑団っていう伝承キャラを切り替えると次に登場するキャラの攻撃力が 48% アップする。これがめちゃくちゃ優秀なので、つなぎとして入れてますね。なので、モナじゃなくてもバーバラとか凝固スクロースとかでも代用できるかなと。なので、基本的に超運で氷を撒いた後にモナからのフィッシュルで、超伝導を発動させながら通常攻撃で殴る。これで大体相手は、瞬時計しますね。で、一応、空き枠には、シールド持ち対策で、カフカを発動させることができる、非キャラを入れてますね。今回はシャンリン入れてるんですが、アンバーとかでも、ディルクとかでもいいのかなという感じですね。以上がフィッシュルの物理特化型の、武器、生物、そしてパーティー編成の紹介となりました。ここからは実際にこの編成でボスを討伐したので、その動画を、紹介します。かなり恐ろしい火力が出てるので、ぜひ見てみて参考にしてみてください。もし参考になったなと思ってくださった方はですね、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。